こんにちは。保護犬センター保護犬チャーです。今日はですね、ご近所パトロールです。まずはね、ご近所にね、悪い奴らがいないかどうかね、パトロールを、今日はしますよ。ご近所に悪い奴らはいないかな？安全かな？保護犬ピンク、どうですか？ちょっと寒いかな？今日は少し寒いもんね。さあ、しっかり、パトロールお願いしますね。保護犬パーポンもお願いしますよ。リーダー、何か察知しました？大丈夫です、そうですかね、この辺は。昔ね、保護犬ブルーちょっとね、歩き方がおかしいっていう風にね、思ってたけど、今ね、もうそんなことなくなりましたよね。どうです皆さん、保護犬ブルーそんなに歩き方おかしくないと思うんだけど。やっぱり我が家に来た時前までは狭いケージの中だけしかいなかったのかな。だからあんまり歩いたことがなくて歩き方がぎこちなかったのかもしれないですね。今はそんなことないように感じますが。はい、保護犬パーポンも頑張って歩こうね。お願いしますね、パトロールね。保護犬じゃあちゃんとご挨拶ができますね。どうですか、この辺怪しいやつはいないかなって、ちょっと聞き取り調査ですね。聞き取り調査どう、何か聞き取れました、何かすごい情報は得ましたか？そんなことなさそうですか？どう、なんか情報得た？そんなことない？今日の収穫はゼロかな？ありがとうね。じゃあみんなお礼を言って行こうか。さあ、今日もね、とても天気がいいです。太陽が出てますね。ねえ、保護犬じゃあ今日も天気いいね。さあ、いつもの、パトロールのね、中間地点の公園にやってきましたよ。今日はまだ誰も来てないですね。ということは安全かな。公園はね、結構悪い奴らの溜まり場になってるからね、しっかりね、パトロールしないとダメですね。特に危険なものが捨ててあるっていうこともなさそうですね。ね、大丈夫そうだね、保護犬じゃね。よし、進もうか。さあ、保護犬じゃちょっとだけ今ね、誰もいないからね、少し話しちゃいました。保護犬じゃ来れるかな。あー、やっぱり保護犬レッド、自由奔放の保護犬レッドはどっか行っちゃうかな。あら、保護犬ピンク、あんなところで一人隠れちゃってますね。保護犬ピンク、どうしちゃった。一人になっちゃって、ちょっとブルブル震えて寂しくなっちゃった。動けなくなっちゃった。保護犬ピンク、ごめんね。じゃあマミーがリード持とうね。
大丈夫保護犬ピンク、保護犬戦隊保護犬ジャーは世の中の保護犬をなくすために、そして世の中の保護犬を助けるために、マミーのところにやってきました。毎週日曜日夜の7時に配信しています。皆さんぜひ見てくださいね。あやチャンネルは元保護犬たちとの日々の様子を、お届けしています。チャンネル登録まだの方、ぜひぜひよろしくお願いします。 Thank you for watching. See you again. Bye.